おはようございます。2022年1月25日火曜日朝6時半です。うねりの方はねやっぱありますね。天気の方は曇り、気温が5度、風の方はちょっとね予想だと北西風がそんなに強く吹かない予報だったんですけど、なんか結構もう強いです。4メーターぐらいかなです。で天気曇りなんで、あれもなんか曇りが早いのかな、朝から曇りだったっけ今日。なんか朝方晴れだった気がするんですけど、まあ曇りになってますね。うん。で、塩がどうだったっけ。3時半、あ、4時が干潮、10時半が満潮です。なんでミドルタイドぐらいで今から上げちゃう方向ですね。なんでやるところをどうしようか。ちょっとここだとたらいかな。意外と風強いですね。まあ波の方はあるんで、まあ地形がいいとこに行かれれば全然やれるかなと思いますが、この辺は結構絶望的なんで。という感じで一応波ありますんで、今日はやれますといった感じで朝の波状況を終わっていこうかなと思います。いつもねご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。今朝も音畑修賀がお伝えしました。あ、ちなみにサイズどうすかね、胸ぐらいあるかな、アウトで。うん、腹胸ぐらいですかね。で、セットで胸かなって感じです。はい、それではいつもご覧、もう一回いこう。いつもねご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。今朝も音畑修賀がお伝えしました。それではまた。